おはようございます。速稼塾の久保です。吉田さん、私が買った FX の本はこれです。生涯唯一買った本ですね。よくわかる FX 超入門ということで読んだんですけども、最初はねこれ分かりにくかったですね。で、一通り分かった今でもこれはねあんまりいい本じゃなかったってことが分かりました。あんまりいい本ではないということが分かったんですけども、これで十分でしたということなんで、別に教材はどれでもいいんですよ。で、どこをしっかりと腑に落とすかってことだけだと思うんですよ。これ全部はね、とてもね、与沢翼さんじゃないんで、全部を暗記とかやらなくていいんですよ。大事なところだけ暗記して、大事なところだけものにしてですね、その大事な瞬間が来た時だけエントリーできればいいんでね。で、私の場合はすごく限定的で、本当にね、通貨ペアもドル円しかやってないんですよ。で、時間軸も1時間でのエントリーしかやってないですね。たまに冷やしとかやりますけどもね、長期で取りたいときは。だからなんかその、すごく範囲を狭めて、そこに来た獲物を確実にゲットするの繰り返しですね。で、FX のいいところは、その少ないチャンスをたくさんの利益にできるところなんですよ。まあ、というのが、ドル円で1時間、そこに得意な流れが来たら、ロットを増やせばいいだけなんでね。だから通貨ペアを変えて動きのドル円じゃない別のパターンのところに行って、利幅が大きいからといって狙うと、やっぱり利幅が大きいってことはリスクも大きいですからね。私はそういう意味で、前回ね、相場解説でもお話したんですけども、 FX を始める方がマタフっていうねサイトを見て、通貨ペアの組み合わせで最もこう開きがね大きい、要するに利益の取りやすい通貨を狙うみたいなのをするんですけども、その考え方もあっていいと思いますけども、あれからねずっとやってきて、私は相変わらずドル円なんですよ。生まれてから寝ても覚めてもドル円、それしかやってないと。しかも1時間のエントリーにこだわってきたということなんで、ドル円の1時間は、まあ、私はねかなり得意になったかなと思うんですよ。だから別の時間軸をやってみると、もしかしたら違った結果が出るかもしれないですね。同じ通貨ペアでも。だから違う通貨ペアだと、もしかしたら私の、得意な、もっと得意なね通貨ペアにぶち当たる可能性も高いんですけども、逆にですね、私がね手に負えない通貨ペアにぶち当たる可能性も、そのリスクもあるかなと思います。そして FX でもしね負けが込むと、あ、俺 FX ダメなんだっていう風なネガティブなね、そんな気持ちにもなるかもしれませんので、そこまでのリスクは今取れないんでね、私としては今はこのペースで勝てるんだったらいっかみたいなところですね。本当にそんなにね年間で何千万も稼ごうと思わないんですよ。とりあえず1000万の壁を超えようと思ってるんですけども、去年はねちょっとギリギリ超えられなかったんで、今年はもうなんかこのペースでいったら超えられそうなんですよね。まあですんで、私のやっぱりこう読みというかやり方っていうか、最初からですけどね、アフィリエイトの時もそうですし、自己アフィリエイトもそうですし、サイト作成もそうですしね、まあ、転売もそうであることのように、とにかく数やることで、まあ地ならしをするっていうかね、地盤を固めていくってことですかね。本当に、私イメージの中でねこういうのがあるんですよ。こう畑があるじゃないですか、畑、土の柔らかいところがね。で、私はどこを固めるかっていうと、本当にこう1メートル区画のところをずっとこう踏み固めてるんですよ。ずっとですよ。寝ても覚めても。それだけなんですよ。で、もうかなり硬くなってきたから、しっかりとね、根が立つのかなと思います。でも、あっちでもない、こっちでもないっていうふうに、うろうろとやっちゃうと、同じ時間でも、そんなに硬いところができないんですよ。範囲は広くても。ですんで、こう、伸びる芽がね、しっかりとした大地に根付かないっていうイメージなんですよね。ちょっと伝わりにくいかもしれませんけど。そんな形なんで、私はね、もう狭い、もう本当範囲を狭くして、そこを徹底的にやるみたいな感じですね。まあ、そんなところですかね。まあ、だんだんそれで広げていくっていう感じですか。そのだんだんっていうのも、自分が絶対ここはかなりの確率で負けないだろうってところができてから広めていくって形なんで、まあ、私もね、別の通貨ペアに行ってもいいかなっていうのは、5年目の今かなと思います。まあ、でも今も思わないですね、全然ね。他の通貨ペアとか、やっぱりね、出来高が違うんで動き変わってきますよ。手数料も違うしね。私はドル円で OK です。
そういうふうに考えるのが私のね FX 哲学ですね。 FX 超入門。そして吉田さん、昔から人の心理って変わりませんので、ちなみにこの本ね、いつの本、平成18年ですよ。いつの本やった平成18年15年ぐらい前の本でやってるという、っていうかもう読んでないですけどだから江戸時代の理論理屈が今でも使われているのが FX ですから、うん、だからいいんですよ。ローソク足ってのは500年変わってないんですよ。だから別に最新の本買う必要は全くないと。で、本を書くっつったって今まで出た本の焼き直しみたいなのをああでもないこうでもないって書いてるだけなんで、内容はどれも一緒ですよ、ね、ちょっと入れ替えてたりとかね、図を多くしてみたりとか、その程度ですよ。どこでも書いてあること一緒ですからね、書いてあること一緒、うん、だから FX の基礎講座を販売するときに言いましたけども、ブックオフで本をね100円300円で買ってきて、それを自分でやっても一緒、それを動画化して音声化した私のコンテンツを買っても一緒、うん、ですんで好きな方を選んでくださいって形だったんですけども、おかげさまで本もいいけども、まあ、久保さんの商品買いたいって方もいらっしゃったんで、本当にありがたいなと思います。ある意味これは私へのねご祝儀みたいな感じでご購入いただいた方もいるんじゃないかなと思います。もちろんコンテンツもしっかり作ってますし、毎朝ねお送りするコンテンツですから使いやすいと思います。30年ぐらいのね、30年ぐらいのもんだと思いますよ。何が30年、30年ってなんだっけ30年ってのはよくわかんないですけどね、すいません、最後の30年ぐらいのもんですよっての、なんでそんなこと出たんだろう、寝ぼけてるみたいですね。そう、別の話と一緒になっちゃいましたね、うん、まあこれから30年私は FX でやるでしょって話ですよね。面白いんで、うん、儲かる儲かんないじゃなくて面白いんでね、多分手放さないと思います。いってらっしゃい。